照明は松本清張の短編小説。オール読み物1969年9月号に掲載され、1970年2月に短編集、照明収録の表題作として文芸春秋から刊行された。1977年1994年にテレビドラマ化されている。久美子の夫、忍は5年前に会社勤めを辞め、 文芸雑誌への小説の持ち込みを続けていた。忍の作品は、同人雑誌に時々掲載されたが、一流の文芸雑誌からは原稿を突き返される日々が続いていた。久美子は、婦人雑誌の下調べの仕事を持っていたが、無収入の状態が続く忍は、久美子が帰宅すると、当てつけるように荒れ狂ったり、妨害したりするのだった。妻に養われているという卑屈感を忍から、 取り除こうと、久美子は気を使った。忍の甘えはわかっていたが、今さら文学を止めてくださいとは言えなかった。久美子は忍に服従すればよかった。不規則な久美子の仕事時間に嫉妬を持つようになった。忍は、久美子にその日の行動の明確な報告を要求した。辻褄の合わないところがあると、呆れるくらい怒るようになった。ある日、久美子は取材のため、 洋画家の森山義一と赤坂のレストランであった。帰宅途中、森山が名うてのプレイボーイの評判があることに気づく。忍には隠さなければならない。久美子は森山に再び会い、口止めを懇願する。普通なら打ち明けて何でもないことなのに、こんなことにまで余計な気を使わなければならない立場を情けないと思う久美子しかし、思わぬところで、 忍ぶに露見する危険のあることに気づいた久美子は、またも、必死のアリバイ工作に奔走する。よくできた人と言われる久美子だったが、長年溜まってきた彼女の応脳が、ついに暴走を始めてしまう。1977年12月11日、TBS 系列の東芝日曜劇場は区にて放映。視聴率22.6%。松本清張特別企画、証明。 1994年11月14日 TBS 系列の月曜ドラマスペシャルはにて放映。視聴率18.8%。第32回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品。ありがとうございます。